薄根の奥は、2018年6月2日撮影。薄根の奥はは、群馬県沼田市町田町赤木にある山沼の巨木である。1956年5月15日に、国の天然記念物に指定された。樹齢1500年以上と言い伝えられ、養蚕群馬の象徴として、古くより養蚕の神として称えられてきた。山では、日本最大の巨樹であり、 世界遺産、富岡製糸場と絹産業遺産群登録に関連して群馬県が制定した群馬絹遺産の一つとして登録されている。薄根の多くは前橋市、薄根の多くはの一足場が組まれ樹木医により樹勢回復が行われている。2018年6月2日撮影。薄根の多くはは群馬県沼田市北部の仮称山南西六。 利根川支流の鹿間川佐岩に形成された標高約430メートルのほどの弾球面上にある石池所有の二に生育している。山桑は騒害に強く、周辺の桑畑が騒害にあった時周辺の人々は、この桑の葉を使用して、急場をしのいだという。伝承によれば、上京三年に前橋藩主、堺井正志許可郎である高須隼人が、 沼田藩の検知を行った際に、この大桑を標木に使用したと伝わっており、当時より目立つ巨樹であったことがわかる。桑の大木の稀有なものとして1956年5月15日に国の天然記念物に指定された。指定名称はこの地の旧村名の薄根村から名付けられている。 沼田市公式ホームページによれば樹高は13.65メートル、根回り5.67メートル、2000年に計測された。記録によれば樹高は10メートル、下には7.24メートル、樹幹の幅は東西、南北とも14メートル。1991年に当時の環境庁がまとめた第4回、自然環境保全基礎調査によれば樹齢は300年、以上、 沼田市教育委員会によって設置された現地案内版では推定樹齢1500年以上とされ、草樹としては日本三名機の一つとされている。近年、害虫による被害が見られ始めたため、2018年現在、樹勢回復のため周囲に足場が組まれ樹木医による治療が行われている。AB 薄根の大桑文化庁、ウェブサイト、2018年6月20日閲覧。 A.B. 薄根の多くは文化庁、ウェブサイト、2018年6月20日閲覧。A.B.C.D. 加藤編、案、森博氏、P.456、P.458、A.B.C. 薄根の多くは、群馬いさんデータベース2018年6月20日、閲覧。A.B.C. 渡辺、P.115、A.B. 安、森博氏、 ピアニッシモも137から138、ABC やす、森博し、ピアニッシモも22から23、高須隼都宿舎長,長谷川家書院、沼田市公式ホームページ2018年6月20日、閲覧。ABCD 薄音の多くは、沼田市公式ホームページ2018年6月20日、閲覧。薄音の多くは環境省居住。 巨木林データベース2018年6月20日、閲覧。環境長編、群馬県、居住、巨木林調査表の要約10から33。ここでは、沼田市教育委員会によって、平成22年3月に設置された、現地解説版記載の住所とした。当地は、同市赤木町、同市町田町の飛び地と複雑に入り組んでおり、資料によって住所が異なる。 正確な位置は、記事右上部にリンクした座標値参照。ありがとうございます。